高期陸は、中華民国の政治家、ジャーナリスト、教育者。中国国民党の政治家で、西山会議派の一員と目される、東内右派の人物である。学名は、学典だが、地の起陸で知られる、の人。革命派の根拠地でもあった、信久氏で育ち、また同兄の着方が革命派であったこともあり、高期陸自身も早くから、革命思想に傾倒していた。 新末の四川鉄道保護運動にも参加している。1913年、上海に赴き、一族の幸福生の紹介により、孫文に面会した。革命活動の傍わら、高気陸は1914年夏に、上海の南洋工学に入学する。1915年12月の五国戦争が勃発すると、木も、 五国軍に参加し、北京政府の追求を逃れる、ため副担工学中学部に転入した。1917年夏、中学部を卒業し、孫文の命で、四川省に戻り、四川軍指揮官の熊国部に着く。しかし熊は、次第に、孫から離反し始めたため、怒った木は、熊の下を出奔した。1918年、高気陸は日本に留学し、 慶応義塾大学に入学した。翌年5月、反北京政府デモに参加して警察に逮捕されてしまう。この経験で日本への反感を持った木は中途で慶応大学を退学してアメリカに向かう。1921年春、カリフォルニア大学に入学し、その後、イリノイ・ウェズリアン大学に転入して政治学を学んだ。 卒業後は、オハイオ州立大学大学院に進学し、修士号を取得している。1922年、カナダに赴き、トロント大学で学ぶ傍ら、聖火日報の主筆を担当した。1924年1月、中国国民党が第1回全国代表大会を開催した際には、高期陸はカナダ支部代表として帰国、大会に参加した。 大会後は、公衆指導部常務委員権青年部長、大本営法制委員会副委員長、大本水風秘書、関東大学教授、法制系主任を務めた。木は、早くから、反響の姿勢を示し、同年6月には、孫家と共に、共産党制裁の提案を、中央東部に提出して、村文の出席を買っている。1925年3月に、 孫文が死去すると、後期陸は、本格的に反響の活動を開始する。同年11月、期は、北京での国民党右派による、党一期四位中前会に参加し、西山会議派の一員となった。後浜もなく、上海に向かい、孫家と協力して、西山会議派の中央東部を樹立している。 翌年3月、西山会議派の第2回全国代表大会で、中央執行委員に選出されている。1927年1月、高期陸は、四川省に戻り、生徒大学教授となる。同年の上海クーデターや第一次国境、合作崩壊を経て、木は、四川省で、新党委員、整理委員、執行委員に任ぜられた。翌年、関東へ移って、 中山大学に復帰し、さらに、関東に省等部常務委員権宣伝部長、広州民国日報社長などを務めた。1931年11月、国民党、第4回全国代表大会において、中央執行委員候補に選出され、さらに西南政務委員会委員にも任ぜられている。1935年11月、国民党、 第5回全国代表大会で、キキリクは、中央執行委員に選出される。間もなく新構成派の理想人、白、高敷の将兵に応じ、厚生省に赴いて、公的青年軍団政治部主任として、民衆の訓練に当たった。日中戦争勃発後は、南京に移り、軍事委員会大本営第4部副部長に、任ぜられている。 1938年夏、三民主義青年団が結成されると、木は、中央団部常務幹事件宣伝所所長となる。その後、内政部常務次長、四川省等部主任委員を歴任した。1943年1月には、四川大学校長に任せられ、戦時中ではあったが同大学の拡充に尽力している。1945年、 高奇陸は国民党第6期中央執行委員に選出されている。国境内戦期には政権国民大会代表、市選党団統一委員会委員などを歴任した。内戦で国民党が敗北すると、期は台湾に逃れる。以後、行政院政務委員、中央改造委員会設計委員、内政部部長、公衆院公選部部長、教育部部長、 総統府国策顧問、中央設計工学委員会主任委員を歴任した。晩年の期は、国民党投資編纂事業に従事し、中央投資資料編纂委員会主任委員、国士官官長、中国歴史学会理事長なども務めている。1984年6月、総統府市政に昇平された。1985年4月24日、病没。 去年87、ありがとうございます。